田中。はい、こんにちは。名室でドラムやってます、田中亮です。本日はですね、シンバルスタンドを選ぶ際のちょっとしたコツというお話をしていきたいと思います。はい、シンバルスタンドの選び方のコツというかですね、特に低くセットする人に気をつけたらいいのかなっていう、高くセットする場合はそんなにでもないんですけど、特にライドシンバルですね、気をつけるべきはね、ここの高さなんですよ。というのもですね、ここが1段目のこうパイプ切り替え地点というか、この上のパイプを上下させることで高さを変化させるんですけど、逆に言うとここより低くはセットできないということなんですね。なのでスタンドを選ぶ場合に、この下、ここからここまでの高さ、これをねチェックするのが大事かなと思います。特にね、これぐらいの角度でセットできる場合はいいんですけど、人によってはね、ライドをこの辺にセットしたいなんて人もいるかもしれないので、そういう場合ね、このブームをこっち向きに落として、でシンバルをこうつけるとか、そうするとでも、そのブーム自体にこのシンバルの縁が当たる可能性もあるので、アイディアとしてはこのブームを落として、今このブームの上にシンバルが乗ってますけど、ここを上下ギュッと回転させてシンバルを吊り下げる形にするっていう方法もあるっちゃあるんですが、でもそうするとね、物理的にこのブームのここのパイプ本体のところからブームの先っぽまでのこの長さがシンバルのこの半径よりも少なくとも長くならないと、こう、ね、下になった場合にこうぶつかっちゃうんで、ここが。なのでいずれにせよこうバランス悪くてセッティングしにくいかなと思います。なので高くセットする人は別に問題ないと思うんですよね。神保明さんみたいにも上の方にこの辺にこう縦にライドをしてセットする場合は問題ないんですけど、パッドトーピーとかみたいにこう低めのもうキックのすぐ上、この辺にセットしたい人はシンバルスタンド選ぶときにですね、特にこのブームスタンドとかの時に、ここのこの位置ですね、これが比較的このシンバル結構高いんですよね。ものによってはこれがこの辺にあって低くセットできるものもあるので、そういうものを選ぶのがいいかと思います。はい、というわけで本日はですね、シンバルスタンドを選ぶ時のちょっとしたコツという話をさせていただきました。もし今日の動画面白いなと思ってくださった方は、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あと Twitter とインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。